意外とミュージシャン楽器をやってる人って実は密かに歌いたい人多いですじゃない？で、密かに歌いたい気持ちを胸に秘めているだけではなく、ある時は歌ってしまうという、実は私の、あれ何の時でしたかね、何かのライブの時に中村健二さんがお越しになり、お客様がちょっと少なかったので、ええんちゃうって言って、もう何でもやろうって言ったら、歌ってくださるということになりまして、何やんのって聞いたら、アメリカ、サイモンとガーファンクのね、アメリカ、キーデーみたいな、おお。で、その時に私がちゃんと覚えていなかったので、今日リベンジしたいということで、無理からお願いして無理からお願いして無理からお願いして平山修平さんと中田健二さんとお届けします。こんな感じでいいかな。ではアメリカ、
さあ、なんで俺の歌が流れの中に入ってるんや。え、いや、私のブレイクだから聞きたかった。何その笑いは。ありがとうございます。